みんなこんにちは、ハリーです。ボッティラッシュ都市展開、今回なんですけども、トイトトピックじゃイフリートサンジが登場したらどうなっちゃうのかな。みんな早速行ってこー。今回もですね、ボッティラッシュ大好き人間がみんなと一緒に暴走してワクワクしてコンテンツを提供しますよ。早速行ってこー。今回もやりますよ皆さん。キット&ローの回をみんな見てもらったかな。キット&ローがもし登場したら環境にどんなキャラクターとして登場するのかっていうのをね、もうワクワクしながら紹介しちゃいました。現状の環境の特性を抑えながら、もし登場するならこういう能力だったら強いんじゃないっていうことをね、紹介していったわけなんですが、みんなどうだったかな。もう結構ねワクワクできたと思うし、みんなもコメント欄でねめちゃくちゃ盛り上がってたよね。超楽しかった。ということで今回はその第2弾、イフリートさんち見ていこう。さあみんな、環境がそろそろ壊れ始めるぜ。 4.5 周年始まったね。マムが復刻した後にワンピースの日記念イベントも今から控えてます。さらに 4.5 周年感謝イベントについてもまだまだね出てないから、こっから出始めると思うし、8月はさ9500万ダウンロードからつながって下旬には1億ダウンロードになるんじゃないかと僕は読んでるんですが、もうそろそろだよね。もうビッグイベントが詰め詰めできます。7月8月どんなキャラクターが来るのか、それもワクワクしながら見ていくので、最新情報をお見逃しなくといった状況なんですが、やっぱり人気なキャラクターがいます。それがイフリートサンジ。よいしょ。さあ来いサンジ。もう麦わらの一味の両翼ゾロが出たということで、サンジが登場しなきゃおかしい状況になってきてるよね。もう夢レビーが登場してゾロが登場してっていうことなので、超無線キャラクターでサンジが登場する可能性がかなり高まってます。さあそんなサンジくんの状況を見ていく前に、現状の状態を一回押さえておきましょう。今の現状では環境キャラクターっていうのが主に6体いると僕は思ってます。まずはマムだね。マムの概要を簡単にまとめると、旗を貯めて超過し、旗ダッシュさせる時間をなくして勝とうっていうね、粘りが戦法だよね。マムに関してはもうなかなかせこい技なんですが、まあそういうのも一つの手っていうことが分かったよね。結構なんか意地の悪い環境なんじゃないかな、一言で言っちゃうと。だってさ、旗取んなきゃいけないじゃん。しかもそこに人がいるわけじゃん。結構きついよね。今だったら青マムもそう、ロジャーおでんもそう、シャンクスもそう、赤犬もそうっていう感じでさ、全員 KO すれば終わるみたいな時代だったんだけど、黒ひげの時みたいな感じでさ、結構きつい時代にはなってきてるよね。ビッグマムが 1.5 ゲージをすることでそんな時代を作り上げました。そして2人目がカイドウさん。カイドウの概要を簡単にまとめて言うと、遠距離まで敵の手の届かないところに行って旗ダッシュして勝っちゃおうっていう作戦だよね。ビッグママの特徴として遠距離攻撠のメーザー砲とかあったりさ、ヘブンリーボンボンで遠距離から攻撃をしたいっていう感じがあるわけじゃん。だけどそれって直線上なわけよ。例えばシャボンディ諸島みたいな感じでさ、上に行ったりとかできたりステージとか段差があるステージに関してはビッグママ対応できないんだよね、カイドウに対して。でその点カイドウ結構強いかなって思うよね。そしてちょっと一人だけ別格でいるのがキング。このキングに関してみんなどう思ってるかな。環境キャラクターの中に一人入ってるフェスゲンキャラクターなんですけど、めちゃくちゃ強いよね。自分が遠距離まで突撃していって攻撃しながら移動できるっていうスキルがかなり強いし、あれ出が早いしね。あんだけ操れて移動速度も速かったらそれは環境キャラクター入りますわ。でしかもハタッシュしてる時無敵っていうことで、キングもかなり活躍してるよね。その他あと3人なんだけど、それがねアタッカー勢サンスクミって呼ばれてる3人でございます。ゾロ、シャクス、ヤマト。いや、この3人マジで強いね。うまくできている3組なわけなんですが、この主役となっているマム、カイドウ、キングたちの中の1個下に存在してる感じかなと思ってます。この3組はサポートしてるっていう感じかな。勝利に貢献できるキャラクターたちなんじゃないでしょうか。主にカイドウ、マムに対抗できるようにね、各属性に変化することができるゾロ、なおかつこれまでの環境キャラクタートップのシャンクスに通常攻撃で対抗できるっていう能力を持ってるよね、ゾロは。そのゾロを中心として青山との状態異常を展開してシャンクスを共存させたっていうことで3組が成り立ってます。さあこの一寸も隙もない状況が現在の4周年環境でございます。いやーどうですか、簡単に4周年環境ざっとまとめましたが、まあ、これらの他にもね、おでんとかそれこそ最近登場した内入奈美さんとかもねいるし、クラッカーとかも歌とかもいるって感じなんですけど、主にこの6体が強いんじゃないでしょうか。いやーこれから登場する超無線キャラクターたちってこれを崩さないといけないんだよ。結構難しいよねって思うじゃん、まあ、マムはキット&ローの時見た感じ意外といけるってことが分かったよね。ぜひねこの攻略についてはそっちの動画見てほしいので、ここでは
あえて言わないんですが、マムとかに関しては意外と対抗できるよっていうのが分かってます。さあここからはこれまでの過去のデータと現状のまとめから見て妄想を予想してサンジ君の性能を一緒に作り上げていこうよ。こういうのがね嫌だっていう方はここでブラウザバックをお願いします。よろしいですか。早速やっていきましょう。さあ現状整理したところでサンジ君の性能をみんなで一緒に考えていこっか。エアミーナどう思う？ねえちょっと待って、もうフラッグに言っちゃうぜ。サンジ君どう、これこの関係登場して活躍できるかな。ヒット&ロード回をね見てくれたみんなだったら分かる通り、マムに対しては意外と対抗性能があるんだよね。ただサンジ君に関してはさ、なんか足攻撃だし武装色を使うし、自分はなんか単体で戦わなきゃいけないみたいなさ、ちょっとシャンクス感ある感じがするんだよね。みんなはわかるこの感じ。なんかそんな感じするよね。いやみんなさ過去の情報ねデータとか見てていろいろまとめてったんだけど、面白いことわかったよみんな。それが通常攻撃だけでその当時のトップキャラの持ち味を打ち消すことができて、その上で自分がトップに立つっていう、こういう法則があることはわかりました。これどういうことかっていうと、例えばね黒ひげ時代のビッグマム、あの黒ひげってさ自分が旗にいて守りつつブラックホールとか使って無敵スキルがあって寄せ付けないみたいなキャラクターだったじゃん。だけどさ青マムが登場してから一気に旗に突っ込んでいって感電状態を自分の周りに付与することで黒ひげを対抗できなくさせたよね。さらに通常攻撃を当てればさ黒ひげよりリーチが長かったから対抗できたわけじゃん。その青マム自体対抗したロジャーおでん、ロジャーに関しては通常攻撃の長さもかなりいいし、かつね状態上チャージスキル中は効かないっていうことでマムに対抗してたよね。そしてロジャーおでん自体の赤犬、赤犬もさ通常攻撃に自分のマグマグ状態っていうのを付与することで中遠距離攻撃になって、ロジャーおでんの通常攻撃の幅よりもかなり長くすることで対抗したわけじゃん。状態上付与できるしね。そんな強かった赤犬に対抗したのが夢ルピート。通常攻撃の多段攻撃で赤犬の特徴でもあったマグマグ状態の無敵を剥がすことができるっていう、もうかなり強かったよね。そんな夢ルピーに対抗したシャンクス、状態上無効もありながら通常攻撃で敵の最大体力を減少するっていう能力もついてます。そうすることでルピーの状態上 97% 以上だと効かないっていう能力を消して、気絶状態を付与したいとかさ、緑属性だからスキルでワンパンしたいっていうことで繋がってたわけよ。そんな最強だったシャンクスに対抗したエンマゾロ、エンマゾロは通常攻撃で攻撃をすればシャンクスの覇気状態は剥がれるということで状態上無効がなくなりますということになりました。どうですかみんな、通常攻撃だけで対抗してきてるって環境なのよこれまで。っていうのをまとめた時にさ、冷静だって見てみたら今の環境トップのマムに対してサンジが通常攻撃でなんか対抗できるかってちょっと思っちゃったんだよね。いやなんかできなそうじゃない。今マムに通常攻撃で対抗できてるのってカイドウのさ回復無効を付与したりとか、マムよりもリーチを長いカイドウの通常攻撃のあの金棒ね、あれで回避遅延も行いながらやることでマムに対抗できてるわけでしょ。そういうのがなかったらちょっと厳しい感じはするよねサンジ。ただマムには厳しいと思うんだけど、冷静考えてみたらカイドウとかにはいけそうじゃないってことが見えてきたんだよねみんな。例えばさカイドウに対して強い能力を持ってるキャラクターって今誰かって言ったら、ゾロみたいな通常攻撃で中遠距離攻撃を出せるエンマゾロとかさいるわけなんだけど、一番できてるのってシールド性能だと思うんだよね。ヤマトのシールド性能ってカイドウの通常攻撃を受けたら相手に凍傷状態を付与できるわけじゃん。だからカイドウも自分で通常攻撃を打てないわけよ。カイドウ持ち味でまた回避遅延をして攻撃っていうところにつなげさせない、持ち味を打ち消せるシールド性能じゃないかなこれ。ウタに関してもさシールド性能があることによって通常攻撃でカイドウを打ってきたらそれを見てウタウタ状態を付与できるわけじゃん。遠距離まで飛べるっていう持ち味消してるよね。こんな要領でサンジにも通常時からシールド状態っていうのを自分に付与できてればさ、カイドウもこれ対抗できるんじゃないかなと思うんだよね。しかもカイドウの持ち味でもある遠距離まで飛んでいけるっていうスキル、あれもさサンジだったらさ遠距離まで自分で吹っ飛んでいけるっていうスキルをたくさん持ってそうな感じがするじゃん。あれで対抗できると思うんだよね。みんな覚え出してクイーン戦、サンジのクイーンに対して攻撃をしたイグリートジャンプ、あれとかさ遠距離攻撃じゃん完全に。しかもそのイグリートジャンプの特徴見た？みんな外交角の上からさらに武装色を入れて硬くなって強靭になった攻撃力も上がって、かつオレンジ色の炎から科学的に一番の以上も高熱になった青色の炎、なんか状態上持ってそうな感
じするよね。一気に遠距離から吹っ飛ばすあの様子はまさしくエンマゾロみたいな無敵スキルっぽい感じがします。いやこれだったらカイドウ対抗いけるぞ。問題はシールドにどんな性能があるかだよね。ヤマトみたいにさ、シールドに割合状態みたいな凍傷状態の状態以上付与できるような感じも最新情報として分かってるわけで、シールドプラス状態以上みたいな感じがあったら嬉しくない？とかシールドプラス回避遅延とかシールドプラススキル遅延性能とかだったらさ、全然ありえそうな感じするよね。いやワクワクしてきたよ。ゲッターのカイドウ対抗性能だったらいける感じがしてきました。そしてもう一つ見ていきたいのが、やっぱりアタッカー3スクミに対抗できるアタッカー性能でサンジが登場したらどうなのって話だよね。今現状ってエンマゾロの中遠距離攻撃とかもあり、ヤマトの状態以上シールドもあり、シャンクスの状態以上無効と遠距離瞬間ワンパンスキルもあるっていう、こういう環境に成り立ってるわけよ。これにもしサンジが首を突っ込んでいくとしたら、遠距離からの状態以上付与スキル、さらにそれが多段性能だったらこの3スクミに対抗できんじゃないのって思っちゃいました。今冷静見てみたら、一番長い通常攻撃がゾロみたいな中遠距離だから、それ以上長ければさ、マウント取れるわけなんだよね、そのアタッカーたちに対して。しかもヤマトのシールド状態っていうのも遠距離からだったら剥がせる可能性が高いし、シャンクスの破棄状態とかも遠距離だったらさ時間を稼げるし、瞬間移動スキルも見やすいわけよ。っていうことで結構対抗できる能力としては遠距離からの攻撃っていうのが一番ありえそうだと思うしさ、何より状態以上だよね。さっき紹介したイグニートジャンプでさ、高温の能力を持ってるわけだから、マグマグ状態まではいかないけど、状態上付与すると割合ダメージで削れるとかっていう能力があってもいいと思うんだよね。とか割合状態じゃなくて燃焼状態のさらに強化燃焼状態みたいな感じで、今燃焼状態90ダメージだけど、あれが150、200とかだったらめちゃくちゃ面白くない？状態上最大の割合ダメージで削るのは3割カットが一番強くて、これを超えるなら燃焼状態の90ダメージよりもさらに1万倍の高温の青い炎なわけだから、10秒間のところが20秒間、90ダメージのところが500ダメージとかだったらさ、状態以上だけで1万ダメージの固定ダメージが与えられるとか、そんな感じもありえそうじゃない？これなら超衛星登場できる可能性あるよ。しかも燃焼状態とかって状態以上の割合ダメージとして計算されないからさ、固定ダメージ的に食らうんだよね、ダメージを。っていうのも踏まえてみたら結構ありえるんじゃない？これうわ可能性見えてきたな。カイドウに強い性能として登場するのもあり、アタッカー3スクミに一石を投じるアタッカー性能として登場するのもありと、いやいろんな性能は考えられるよ。まとめていくと、シールド性能もあるかもしれない、そのシールドにスキル遅延とか回避遅延みたいなのがついたらカイドウとかも対抗できるかもしれない。自分のスキルの性能でイフリートジャンプとかを放つと燃焼状態よりもさらに高温なわけだから、新高温燃焼状態とか出てくるかもしれないよね。割合ダメージじゃないから固定的にダメージを与えられるっていうことで超別級とも言えるかもしれません。いやみんなこれどうかな。サンジ君なかなか強いかも。ワクワクすぎるねみんな。うはっ。さあみんなここまで見ていただきました。どうでしたでしょうか。どこへ登場するか分かりません。1億ダウンロードワンピースの日、4.5周年感謝と大盛り上がりのイベントが詰め込まれた7月8月サンジ君超越登場に期待しておきましょう。見ていただきましたら次の動画でお会いしましょう。ではまた。いや楽しみが広がっていく。